左はいいけど右は難しいな。うわやばい。はい、こんにちは、健王です。ただいまやってきていますのは京都、滋賀、奈良の県境にある三国越えやったかな、三国越えっていうところがあるんですけど、そこの近くです。具体的にはちょっと今どこかわかんない、24号線か25号線のところ曲がったらすぐ、見ないけど曲がったらすぐのところです。で、細い道を三国越えというところをですね取り囲むような感じであったので、まあ、どんなんかなという気持ちでやってきております。それではスイッチオン、キラリン。はい、それでは出発します。8月末なんだけど、最後の土曜日なんだけど、すごい涼しい。また天気が全然予測つかなくて、天気予報もコロ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 変わるんで、行き先がどこにするかっていうのは難しかったし、それ以上に走れるかっていう心配があったけど、なんとか今日はね、前日に天気がこう良くなるっていう予報になったので来てます。草木伐採っていうのかな、あの道をね、道の端をきれいにこうしているところを見ると、整備がちゃんとされている道なんだなと思います。ご苦労様でございます。お邪魔いたしました。ありがとうございます。さっきのね、入り口のところで実は車を2台ほど通過するのを見ました。1台目はまあ普通乗用車なんだけど、2台目がダンプカーだったのよね。ここ大型入っていける、あれど、あのダンプカーは大型にはならないのか、2トントラックぐらいになるのかな、4トン車になるのかな、あれがどこ行ったかですね。来たってことはこっち向けて走ってくるかもしれない、いつぞやの残切り線みたいな恐怖を味わうという。やっぱガスペケ250と比べたら、まあ、ダメかもしれないけど、小回りがあれに比べりゃ効かないな。あれ自身そんな小回りに効くやつじゃなかったんだけど、こういう怖い。まだ道幅があったから走れたけど、ああいう道幅のない道をまた走ることになるのかな。コケセンターも今のところあの跡はあるけど、まああるか。はいはい、二足から上げられませんね。あ、上げられる、はい、でもすぐ下げなく、1000cc で2速でずっと走ると、まあ燃費がすごいことになるんだけど、まあ、まあそうも言ってられない。楽しいな。お、車が来た。向こうは気づいてなかったぞ。あのブレーキの仕方は気づいてなかったな。おお、怖。無理やりにアクセルひねてよかったかな今の。意外に車来るね。ここはね、あの Google ストリートビューにも映像なかったので、いや途中までだったかな。おっと、これを U ターン制ってか。このケース初めてだよ。でもありがたいな、あんだけ道があると。道の幅があると、この先に、まあ、繋がないポイントがあるっていうのもありましたが、さらに後半の方はね、もっと狭そうな、よいしょっと、もっと狭そうな感じがしていたので、2部構成になるかもしれないけど、行ってみましょう。ナビが途中で引き返せになってるからね、そこをちょっと注意しないと。涼しいな、まあ、気温が低いのもあるけど、この独特のこの静け、涼しい感じの
雰囲気があるわ、好きやな。はい、すんごい U ターン、単に一応急ぐのとすか。リアブレーキを使わせて、はい、バツー。 250R の時もそうだけど、やっぱりリアブレーキの減り速くなるな、こりゃ。フューエルインジェクションの恩恵やな。 1000cc で何速っつうか、こんな低速で走り続けるっていうのは、もう昔のキャブ車ではできんわな、俺。かぶりまくりだよ、プラグが。乗りやすくなったもんな。大型車はどこに乗りやすくなったのかな。プラグがかぶる、燃費が悪くなるの狭間で乗ってたけど、もうあの道そのものはそんなの今まで走ってきたところと比べりゃおとなしく感じてしまうけど、まあおとなしく感じたあなたはもうすでに私と同じ異常ですよ。ようこそ国道の世界へ。国道の世界の入り口かな、入り口へ。お、センターラインが来た。おー、あー、集落来た。なるほどね、人の往来があるわ。ただここにいる人たちはあの道を走ってるのか。あ、先があるのかな。およそ1キロ先、右方向です。不動の滝がある。あ、ここ163号線へつながる道っていう意味だよな。ついてればいい場所。お、なんかまたでかいところに。経由地付近です。あれ、ここ以前来たことあるかな？斜め右方向です。道を選んでる時にデジャブはなかったんだけどな。さあ、この辺からなんだろう、後半になるのかな？左方向です。センターラインが突然現れた。え、すぐ消えた。いやー、久しぶりだね、このね、出て消えるセンターライン。斜め右方向です。これを右だって。そうだね。お、下り道になった。山越えたってことかな。新しいルートで案内します。どうして新しい道って言った。およそ2キロ先、斜め左方向です。お、ああ、土砂崩れです。封鎖されてるだけか。で、また違う町に来たと。で、その町を過ぎていきますと、おお、車線が急に、おお、え、おお、ちょっと戸惑っちゃった。なんか木の枝が落ちてんな。それをまだでっかい何か、まだ車とかがバキバキ踏んで割ってるって感じがする。ふう、声も出ねえ。ういニュートラルに入ったよ。怖いですね。駆動が抜けると怖いわ。もう全身の毛穴だから汗がシャワーのように吹き出すように、もうびっくりや。ゾワッとする、ゾワッと。ああ、もうミラーが曇ってる。ミラーが曇ってる。カーブミラーが曇ってる。あれ、落石があった。ああ、なんかさっきまでとはちょっとなんか手入れの仕方がちょっとなんか違うよ。うん、コークスクリュー型で、左はいいけど右は難しいな。うわ、やばい。ふう。
今のはインストゴケ仕掛けるとこやったな。こんなところで、そう、右のところは難しい。右は難しいな、ヘアピン。およそ 200m 先、斜め左方向です。その先、なんか来たことがあるような気がする。これ経由地付近です。逆方向から似たような道っちゃ道なんだけど、もうそんな何回もアタックしたかな。斜め左方向です。斜め左ね。すごい雰囲気になっちゃったよ。曇りとはいえ暗いな。およそ1キロ先、経由地付近です。砂かこ。バキバキ言うてます。落石ゾーンに来てるのかな、これは。苔絨毯。砂。嫌だね。嫌だわ。落ち着くのだ。ここがあれか。道はなんかあるけど繋ごうとしてくれない場所やな。道あるよな。あれ、道あるどころか前に集落あるやん。新しいルートで案内します。車来たらアウトだな。なんやわからんが、一応道あるぞ。私有地なんかな。そういう看板とかもなかったけど。Google ナビは、ナビじゃん。ナビタイムはここを集落として認識してないのか。怖い。怖い。全然二足から上げられない。これがここがか。集落で続く一本道なんかな。いやー、集落で続く道路か。主要幹線道路じゃないのこれ。この先カーブが連続します。右だの左だの言ってはくれなかったけど、多分左でしょう。そして抜けたのではないかと。あれ、滋賀県に来てんだね、今ね。この先通り抜け府の道狭い。これ第2ステージに来てんのかな。そんな気がする。うん、道としての案内はしてくれてるけど、 これはおよそ 500m 先、アスファルトではあるが、右方向です。アスファルトではあるが、完全に農業用やな。アスファルトではあるが、この先カーブが連続します。カーブが連続してあるって認識してるのね。なんだろう、サスペンションからふわふわっとした、滑ってんのかな、滑ってないと思うけど、ふわふわとした感触が。およそ 200m 先、右方向です。その先およそ 3km で斜め右方向です。いや、アスファルトがギリあるっていうなんか程度。あった。でも気を緩めたらあかん。ジャリや、ジャリ。右方向です。坂
道の右折です。パタンってやられるかもしれません。気をつけましょう。お願い、ゆっくり走って。うん、ちょっと速、ギア上げてなるだけ静かに走りたいと思います。あー、びっくり、狭い、狭いを超えていたな。狭いだけじゃない、この先もね、一応くねくね道が続いてはいるんだけども、多分道としてはね、さっきのあれに比べりゃ穏やかな道だとセンターラインも現れてくれたし思います。じゃあ今日の動画はここで終了したいと思います。またどこかの道でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。